シンプルザイズドーパミン。ドーパミンって何？教えない。いただきます。ドーパミンって何？カメラ回った瞬間ドーパミンビンビンみたいな感じ。ドーパミンって何？うん、長い、長っ。ドーパミンって何？ドーパミンって何？知りたがりやん。ドーパミンって何？ドーパミンは例えば大会前とかテスト前とか、わかんないよこれ全部予想だから大会前とかに緊張するじゃん、うん、やべえ、うん、よしやってやるぞって燃えたぎるじゃん、うん、燃えたぎる時に脳みそから出るのがドーパミン、うん、あーみたいな、やべえのもうドーパミンみたいな。ドーパミンって何？あの無理だこいつに理解させるのてかどうやったら理解する逆に。え、本当にあるの？ドーパミンって。ドーパミンあるよ。何？脳みそから出るあの成分、分かった、ね、脳からエキスなんて出ないもん。出るよ。ドーパミンって何？出る。おー、じゃあもう、じゃあ分かった今度お前ん家にドーパミン届けるわそれでいい？無理。アマゾンで来るわドーパミン。今知りたい、見たい、見てみたい。見せて。ドーパミン、ドーパミン見せて。本当ちょっとグロいよ。いいよ。ドーパミンマジグロいけど、それでもいいなら見せれるけど。いいよ。ねえ、ドーパミンって何？ねえ、ドーパミンって何？これ。わかった？ドーパミンって何？あ、疲れた、なんか首つってるっす。はい、ドーパミン。うどん、終わりました。え、もう食べたの？はい、ドーパミンが出てるからこういうのドーパミンのおかげで食べれるの。え、ドーパミンって何？教えないドーパミンって何言っても言わないで俺に聞かないで、グーグルに聞いて。ガシですればし、ドーパミン。え、順目何言った？ドーパミン。脳から出るやる気エキスみたいな。ドーパミンとは神経系存在する神経伝達物質で、アドレナリン、ノルアドレナリンの、なんで、運動調節、ホルモン調節、心の感情、意欲、学習などに関わる。ドーパミンって何？もう理解できてないじゃん、言葉の意味を。え、ドーパミン増やし方とかあるよ。どうやって増やすと思う？ドーパミン。え、だからその本当に頑張ったり何かのものに対して集中したりするときにドーパミン出るんじゃないですか。じゃあ増やし方で、増やし方どうやれば増えるか。より良い食事え、どういう食事？例えば野菜とか。あー、ここは？え、待って待って、食事までは合ってんの合ってないけど、そんな質問すんなよ正解は、はい、コーヒーやスパイスを含んだカレーなど激辛料理などを食べることです。だってそれでドーパミン増えんの？ちょろ、コーヒー飲むだけでドーパミン増えんの？だからかや、コーヒーも嫌いだしさ、辛いのも嫌いじゃん。だからやる気がないんだ、すぐ食べて。俺もじゃん俺もじゃん、だから俺らやる気ないんだそういうこと？ね、なんか皆さんにはたたさ、あったやん、うん、え、なんかちょっと今日のあやちゃんやる気ないとか、JP ちょっとなんかやる気ないみたいな、ドーパミンがなんか足りてなくてドーパミンがなんか足りてなくてごめんなさいね。